の墓の前へ来ると、母は花を生け、風に吹き消されるマッチを何本となく吸って線香に火をつけた。そして二人の息子に拝ませ、自分はその後ろから拝んで泣いた。一人女に一人坊主は乗せるな、という言い伝えがこの村にある。父が死んだ時の船は、この金を犯したのであった。ある老婆が死んだので、その屍を乗せて、東志島まで検証を受けに行った組合の船は、宇田島から3マイルくらいのところで、B24 の艦載機に出会った。爆弾が投下され、機銃掃射がこれに続いた。その日はいつもの機関士がいず、代わりの機関士は機械に慣れていなかった。停滞したエンジンから昇っていた黒煙が、敵機の目標になったのである。パイプと煙突が裂け、シンジの父の頭の耳から上はめちゃめちゃに裂けた。もう一人は目をやられて即死した。一人は背から肺に、毛管銃創を負い、一人は足をやられた。尻の肉を削がれた一人は出血多量で間もなく死んだ。看板も船底も血の池になった。石油タンクが撃たれ、石油が地潮の上に溢れた。そのために伏せの姿勢を取れなかった者は腰をやられた。船首の戦争の冷蔵庫の中に隠れていた4人は助かった。ブリッジの狭窓から一人は夢中で逃げて、抜けて逃げたが、帰ってからその小さな丸窓をもう一度抜けてみようとしても、とても抜けられなかった。こうして11人のうち3人の死者を出したにもかかわらず、看板にコム1枚をかけて横たえられていた老婆の死体には一弾も当たっていなかった。コーナー後、救いの時の親父は怖かったなぁ、とシンジは母を顧みて言った。毎日のように殴られ酔ったんやでな。本当にコブの引き込む間がなかったぜ。コーナゴ救いは、沖の与広沢で行われる、難しい技術を要する漁であった。海底の魚を追う、海鳥の漁法を真似て、鳥の羽毛をつけた、しないの良い竹竿を使って行われるこの漁は、阿吽の呼吸を要した。そらそうやろ。コーナゴ救いは、漁師のうちでも男商売やでな。ヒロシは兄と母との対話をよそに、10日後に迫った修学旅行を夢見ていた。兄は弟の年頃に貧しくて修学旅行に行けなかったが、今度は自分の稼いだ金で弟の旅費を積み立ててやっていたのである。一家は墓参を済ませ、シンジ一人はまっすぐ浜へ行った。デベラの支度があったからである。母は家へ帰り、弁当を持ってきて、出版前にシンジに届ける手はずである。若者が太平丸の方へ急いで来た時、朝風に乗って往来の人の話し声が耳に入った。川本の野草が初江の入り婿になるそうや。シンジの心はこれを聞くと真っ暗になった。その日も太平丸はタコ漁に過ごした。帰港までの11時間、シンジはほとんど口を聞かずに寮に精を出した。普段無口なので、口を聞かずにいてもそう目立たない。港へ帰ると、常のように組合の船に接着させて、タコの荷上げをし、他の魚は仲買人の手を通じて、替え船と呼ばれる個人の魚問屋の船へ移した。はかりにかけられた金物の籠の中で、黒ダコが夕日をきらめかせて跳ねている。循環ごとの支払いがある日なので、シンジとリュウジは親方について組合の事務所へ行った。その循環は40貫余りの収穫から組合の販売手数料や1割転引き貯金や損耗代金を差し引いて27,997円の純益であった。シンジは歩合で4,000円の収入を親方から受け取った。清涼期が過ぎたこの頃では、いい身入りである。若者は大きな無骨な手で、さそう丁寧に指を舐めて数え、名を書いた紙袋にまた入れて、ジャンパーの内ペコポケットの奥深くしまった。それから親方にお辞儀をしてそこを出た。親方は組合長と、
火鉢を囲んで海町で作った手製のシガレットホルダーを自慢し合っている。まっすぐ我が家へ帰るつもりだった若者の足は自然と暮れ方の浜へ向かった。浜では最後の一隻が引き上げられているところであった。ウインチを巻く男、その綱を手伝って引く男の数は少なく、二人の女がそろばんの船の下にあてがっては押し上げている。見るからにはかどらない。浜はすでに暮れ、手伝いに出る中学生たちの姿も見えなかった。シンジは腕を貸そうかと思った。その時船を押し上げている女の一人が顔を上げてこちらを見た。初枝である。シンジは今朝から自分の心を真っ暗にしたこの少女の顔を見たくはなかった。しかし彼の足は近づいた。汗ばんでいる額と膨張した頬と船の引き上げられていく方向を凝視して黒くきらめいている瞳との、その顔は灰暗の中に燃えていた。白暗の中に燃えていた。シンジはその顔から目をそらすことができなかった。彼は黙って綱に手をかける。ウインチを巻く男が大きにという。シンジの腕はたくましい。船はたちまち砂の上を滑って登り、女はそろばんを持って慌てて友の方へとかけた。船を引き上げるとシンジは後も見ずに我が家の方へ歩いた。大層振り向きたかったが我慢した。引き戸を開けていつものように暗いランプの下に広がっている我が家の赤茶けた畳を見た。弟は腹ばいになり、灯火の下に差し出した教科書を読んでいる。母はかまどにかかりきりになっている。シンジはゴム長を履いたまま上半身だけコロリと畳に仰向けになった。おかえりと母親が言った。シンジは黙って金の包みを母親に渡すのが好きである。母親は母親で心得ていて、循環の身入りのある日を忘れているふりをする。息子が自分の驚く顔を見たがることを承知しているからである。シンジはジャンパーの内ポケットに手を入れた。金がない。反対側のポケットを探る。ズボンのポケットを探る。ズボンの内側にまで手を差し入れてみる。浜で落としたのに違いない。彼は物をも言わずに駆け出した。シンジが駆けて行った後、しばらくして大人の者がある。母親は戸口へ出てみて、路地の暗闇に立っている少女を見た。シンジさん、おられますか？今し帰ってきたと思うたらまた出てったが、浜でこれ拾いました。シンジさんの名前が書いてあったのを。そりゃまあ、本当に親切にな。シンジは探しにでも行ったんやろか。私、知らせてきましょうか。そうかいな、大きにな。浜はすでに真っ暗である。投資島、菅島の乏しい灯火が、沖に輝いている。寝静まった多くの漁船が、星明かりのもとに、船首を居丈だけに、海の方へ向けて並んでいる。初枝はシンジの影を見た。見たと思うと船の後ろに隠れる。うつむいて探しているので、シンジの方からは初枝の姿は見えないらしい。一つの船の影で二人はちょうど行き合った。若者は呆然と貯立している。少女は事情を話し、すでに金が母親の手元に届けられたことをシンジに告げに来たのだと言った。そしてシンジの家のありかを二三人の人に聞いたが、怪しまれるためにいちいちその紙袋を見せたという話をした。若者は安心して吐息をついた。彼の微笑した白い歯は闇の中に美しく現れた。急いできたので少女の胸は大きく息づいていた。シンジは沖の濃紺の豊かな波のうねりを思い出した。今朝からの苦しい憂いは溶け、勇気が蘇った。うもんとこの川本の野草が入婿に行く中の本当か？この質問はスラスラと若者の口から出た。すると少女が笑い出した。笑いはだんだん激しくなって、むせながら笑った。シンジは止めようと思ったが止まらなかった。彼は肩に手をかけた。
強く手をかけたわけでもないのに、初枝は砂の上に崩れてまだ笑っている。どないした、どないした。シンジはそのそばにしゃがんで肩を揺すぶった。少女はやっと笑いから覚め、真正面から若者の顔を真面目に見つめるとまた吹き出した。シンジは顔を差し出して尋ねた。本当か？アホ、大嘘や。でも確かに噂しとったが、大嘘やがな。二人は船の陰に膝を抱いて座っていた。おお苦しい、あんまり笑うてここんとこが苦しくなった。と少女は胸を押さえた。仕事着の色あせたセルの縞が胸のところだけ大きく動いている。ここんところが痛うなった。と発声が重ねていった。大丈夫か？とシンジは思わずそこへ手をやった。押さえててもろたら少し楽や。と少女が言った。するとシンジの胸も早い鼓動を打った。二人の方は大変近くなった。お互いの匂いが潮の香りのように強く嗅がれ、お互いの熱さが分かった。ひび割れて乾いた唇が触れ合った。それは少し塩辛かった。海藻のようだとシンジは思った。その瞬間が過ぎると、若者はこの生まれて初めての経験の後ろめたさに駆られ、身を離して立ち上がった。明日は寮から帰ったら、大長さんのとこへ魚を届けに行く。シンジは海の方を見たまま威厳を繕って、男らしい態度でそう宣言した。わしもその前に大長さんのとこへ行く。と少女も海の方を見たまま宣言した。二人は船の両側へ分かれて歩いた。シンジはそこからまっすぐに家へ向かって行こうとして、少女の姿が船の陰から現れないのに気づいた。しかし砂の上に描かれた影帽子が炉に隠れているのを知らせた。影がちゃんと出とるがな、と若者が注意した。すると、野の獣のように、荒い島の仕事着の娘の姿が、そこから飛び出して、後も見ずに、浜を一山に向こうへかけて行くのが眺められた。第6章。あくる日、寮から帰ったシンジは、五六寸のオコゼを2匹、エラを通した藁で、すられたのを手に下げて、東大町感謝へ行った。八代神社の裏手まで登った時、神の立ち所の恩寵にまだ感謝の祈りを捧げていなかったことを思い出して、表へ回って敬虔な祈りを捧げた。祈り終わるとすでに月に照らされている伊勢海を眺めて深呼吸をした。古代の神々のように雲がいくつも海の上に浮かんでいる。若者は彼を取り巻くこの豊穣な自然と彼自身との無常の調和を感じた。彼の深く吸う息は自然を作りなす目に見えぬものの一部が若者の体の深みにまで染み入るように思われ、彼の聞く潮騒は海の大きな潮の流れが彼の体内の若々しい地潮の流れと調べを合わせているように思われた。シンジは日々の生活に別に音楽を必要としなかったが、自然がそのまま音楽の必要を満たしていたからに相違ない。シンジはオコゼを目の高さに釣り上げて、そのトゲの生えた醜悪な顔に向かって舌を出して見せた。魚は明らかに生きていたが、水飲みもしなかった。そこでシンジは魚の顎をつついて一匹を空中に踊らせた。こうして若者は幸福な仰せがあまりに早く来すぎることを惜しんでぐずぐずしていた。東大長も奥さんも新入りの初枝に好意を抱いた。無口で愛嬌がないかと思えば急に娘らしく笑い出し、ぼーっとしているようでいてなかなかよく気がついた。行儀作法を習うその会の引き際など他の娘は気がつかないのに、初枝がいち早く自分たちの飲んだ茶碗を片付け、それを洗いながら奥さんの洗い物を手伝ったりするのであった。